ブレーメン視聴者横の音楽隊の像。下からロバ、犬、猫、鶏ジョージクルックシャンクによる挿絵、エングレービング、1823年ブレーメンの音楽隊はグリム童話の物語の一編である。人間に捨てられ、あるいは食料にされようとした動物たちが、一致協力して、自分たちの新生活を切り開いていく話になっている。かつて働き者だったロバは年をとってしまい。 仕事ができなくなってしまったので、飼い主から虐待されるようになった。これは叶わんと脱走し、ブレーメンに行って音楽隊に入ろうと考える。その旅の途中で、同じような境遇の犬、猫、鶏に次々に出会い、彼らは老婆の提案に賛成し、ブレーメンへと足を進めた。ブレーメンへの道のりは遠く、日も暮れてしまったので動物たちは、 森の中で休憩をすることにした。すると、明かりが灯る家に気づいたので、その家に近づいてみると、中では泥棒たちがごちそうを食べながら、金貨を分けている。ごちそうを食べたい動物たちは、泥棒を追い出すために一景を案じた。窓のところでロバの上に、犬が乗り、犬の上に、猫が乗り、猫の上に、鶏が乗り、一斉に、大声で泣いたのである。 泥棒たちはその恋に驚き、窓に映った動物たちの影を見て、お化けが出たと叫んで逃げ出していった。動物たちは家の中に入ってごちそうをたらふく食べることができ、腹いっぱいになると明かりを落として眠りについた。森に逃げた泥棒たちは落ち着きを取り戻すと家に帰ろうとした。そして一人が偵察のために真っ暗な家の中に恐る恐る踏み込む。 動物たちは家に入ってくる泥棒に襲いかかった。猫は引っかき、犬が噛みつき、ロバが蹴飛ばし、鶏はつっつく。闇の中で散々な目にあって逃げ帰った泥棒は、本当にお化けに襲われたと思って仲間に報告したので、泥棒たちは家を取り戻すことを諦めて退散してしまった。動物たちはその家がすっかり気に入り、音楽を奏でながら仲良く暮らした。 ブレーメン旧市街の視聴者横の左横には音楽隊の2メートルほどの高さの銅像が建てられ自分たちの街にちなむ物語として広く受け入れられている。この像はゲルハルト・マルクスにより1953年に制作されたものである。これと似たものがブレーメンの姉妹都市であるリガにも建てられている。世間ではこの銅像のロバの前足を撫でながら 願い事をすると願いが叶うと信じられており、多くの人が触れるため光り輝いている。この銅像は同じ広場に面して立っているローランとの像と並んで、ブレーメンの街の象徴のようになっている。なお前日の通り、ブレーメンを目指す道中の家に住み着くことになったため、動物たちは実際にはブレーメンには行っていない。ありがとうございます。